か人が。軽すぎるんですよね。で砂利なんで滑ってしまうんですよ。エンジンには関係ないんですね。エンジンこれはこうすごい証拠を動かすにこれで使うわけ。そう、もう動かすのもエンジンかけるのも全部これで。これエンジンかけたな。エンジンはエンジンは草刈りをするときだけ使います。草刈り機、はい、斜面までできる草刈り機なんですけど、落ちないですね。あの普通45度でこれが27度で、まあ普通の草に比べてすごいツルツルの材質で下も滑っちゃうんでなんかやりにくいんですけど、一般的な地面って踏ん張れるんです。そうそう、エンジンをかけてから動かすわけ。普通は草刈り込みだけです。あ、これでエンジンかけるわけね。リモコンでエンジンかけますと、かけれます。全部。で走るのは電気。ハイブリッドなので。なるほど。エンジンが傾斜に合わせて傾きますので。これが元ね。ああ、そうか、回しくなってない関係ね。まっすぐ線とエンジンオイルがマーランクで焼き付いて壊れちゃう。はいはい、傾いてくれるので大丈夫です。自動で、自動です。はい、で草刈りの高さも調整がここでできます。一番低くて3センチ、3センチはもう地面えぐるレベルなんです。
換気を行っていた。